ごくたくさんの数の袋が山積みされています。こちらは横浜にある倉庫なんですが、この袋の中身実はこちら大豆なんです。日本の商社が輸入しましたこの大豆、アメリカ、カナダ、中国などから来ているんですが、その袋の表示をご覧いただきます。ここノン GMO、この意味はですね、遺伝子の組み換えをしていない大豆が入っているという表示なんです。今この遺伝子組み換え問題、にわかに注目を集めてきています。遺伝子組み換え作物、ある作物に目的に応じ魚、動物、昆虫などの遺伝子を組み込み品種改良した作物である。近未来の人口爆発で起こりうる食料危機への切り札といわれる反面、その安全性をめぐっては今世界的に論争が起きている。この遺伝子組み換え作物の世界最大の輸入国、それが日本。我々の食卓に遺伝子組み換え食物は毎日のように登場している。今月10日、農水省は遺伝子組み換え作物やそれを原料とする食品に表示を義務付けることを決定。2001年4月から実施されるが、現状では組み換えとそうでないものの仕分けがほとんどされないまま輸入されている。完全にその組み換えた大豆と組み換えてない大豆がですね、完全に混ざらないということがやっぱ一番大事なことですから、流通経路へ流す場合にでもですね、それを一番気をつけようと思ってますが、実は表示問題については農水省内でもさまざまな議論があり、結論が出ないまま2年余りの歳月が流れていた。そこに風穴を開けた男、農林水産大臣中川翔一。農業問題に生涯を捧げた父一郎の後を継ぎ政界入り、歯に衣着せぬ言動と抜群のフットワークで永田町の風雲児と呼ばれる男である。果たしてこの男が見据える日本の食の未来とは。